夜会平野市洋桜井翔ファン激怒の出現騒動。ちょこちょこ、失礼の真相とは夜会での平野市洋の発言が波紋を呼ぶ。8月12日に放送された TBS 系列の番組、桜井有吉座夜会において、キングプリンスへの平野市洋が桜井翔に対しての発言が問題視されている。視聴者たちは、 その一連の発言に対して憤慨し、SNS 上で議論が巻き起こっている。本記事では、平野の出現の内容とその背後にある事実を明らかにし、ファンたちの反応にも焦点を当ててみたい。番組概要、桜井有吉座夜会の夜会ハウス。まず、番組の概要を確認しよう。 8月12日の放送では、平野仕様と橋本環奈がゲストとして登場し、有吉博行桜井翔、みちょぱと共に、夜会ハウスでトークを繰り広げた。各自の自宅についてのエピソードが話題となり、特に桜井は自宅の家具に関するアドバイスを平野に対して行った。出現の始まり、平野仕様の自宅に関するコメント。 番組中、桜井がプロの人に自宅を見てもらえばいいんじゃないと提案すると平野は怖いんですよ。僕、怖くないですか赤の他人が自分のうち知るの、と発言。このやりとりの中で平野の出現が始まったと言える。さらに、みちょぱが桜井さんの知り合いなら紹介してもらった方がいい、と言及すると、 平野は、僕、だって、桜井さんが知り合いじゃなくて、と続け、桜井が、おい、と大笑いする一幕があった。有吉も、そんな言い方するなよ、と笑いながら指摘し、平野は慌てて否定したが、その後の発言で、さらに混乱が生まれた。発言の混乱、平野仕用の遠回しすぎる否定。平野は、連絡先知らないんですよ。そういう意味じゃなくて、 と誤解を招く発言を続けたが、これに対して桜井は笑いを噛み殺し、後輩に初めて言われた。と、コメント。その後、平野は自身のメッセージのやり取りが苦手であることを示唆し、1ヶ月に1回で、すいません、ごめんなさい。本当にメール返せないんで、と謝罪した。サプライズの結末、平野市用の特別な贈り物。 話題はそれだけでは終わらず、平野は桜井と道よぱにサバゲージュをプレゼントするというサプライズを披露。VTR では平野が専門店で銃を選び、桜井くんって僕の中ですごい筋肉があまりないイメージがあるんですよ。だから桜井くんはちょっと軽めがいいんじゃないかな、とコメント。 かつての番組で桜井と腕相撲を行ったことを明かし、その時に軽い力であっさりと勝利したエピソードを披露した。視聴者の反応、失礼な発言に戸惑いと非難の声、一連の出来事に対して視聴者たちからは批判的な意見が相次いでいる。SNS 上では以下のようなコメントが見られる。 夜会見てたら平野氏、洋桜井翔に対してめちゃくちゃ失礼でびっくりした天然で許される発言ではなくない翔、夜会、少し見たけど、平野潮って先輩に対してちょこちょこ失礼なこと言うよね。どちらのファンでもないけど、不快になります。 でも本人自身が失礼な発言ってことにすら気づいてなさそう W、平野耀桜井翔に対してちょっと失礼よなわらわら、人柄的に許されるけどわらわら、夜会見た感想。本当に平野嫌いだら一生連絡先交換しなくていいからね。結論平野耀の天然キャラが逆に問題視される事態。 平野市用の天然な性格がファンからは愛されてきたが、今回の出現によりその一方で問題が生じてしまった。桜井翔のファンたちからは特に激しい反発が見られ、平野自身が気づいていないかのような発言が続き、視聴者の戸惑いと失望が広がっている。今後、平野がこの騒動にどのように対応し、 ファンとの関係修復を果たすことができるのかが注目される。